えー、アシスタント卒業おめでとう。ありがとうございます。<laughs> えー、お前アシスタント何年や ?8 年です。8年かはい。いよいよ明日から現場や。はいあ。どうや気持ちとしてはいや、うん、本当にこの8年間いい経験をさせてもらいました。うん。明日から楽しみで仕方ないです。いややっぱ俺もこういうふうにトップスタイリストをやってると、まあやっぱりアシスタント アシスタントがこういうふうに卒業する、あの瞬間の喜びっていうのはやっぱもちろんわかるし、自分の若い頃思い出す。で、俺もいろんなアシスタントをこう、こう、羽ばたかしていき、えー、ごめんな、これちょっと一人よがりやねんけど、実は自分の中で儀式があって、はい、アシスタント卒業して、その子には、俺一番のお客さんになりたいと思っててあ、その日の夜いつもアシスタントに髪切ってもらいたいんやけど、 ええかないや、この8年間お前がさ、いろんなこと学んできて、いろんなこと吸収した。その中でお前がゲットできる、うん、その自分の技術を全部俺に出してほしい。やらせていただきます。こいつやったらもう一人前やっていうので、幅かさしたい。やらせていただきます。頼むわ。僕の初めてのお客さんになってくれるわけですね。いや、言うてな、アシスタントかな、こうやって育つのはもう半年に一人とかやからな。俺ある意味、 アシスタントじゃ髪切っともらってないんちゃうかな <laughs> いや、でも嬉しいね、これ。お客さんの要望に応えれる髪型これがナイジやないんじゃかな一生の思い出になります。お前のこの8年間の積み重ねてでもの全部出してくれ。はい。じゃあ、どういった感じで丸刈りで。やりがいないわ。うん、りやりがいないわ、それ。お客さんの。丸やりがいないわ。絶対叩いてデザインさせ。んデザインさせ。実力発揮させ。夜中までマネキン相手に切ってたよな。 あ、いや、丸刈りで。えっと、じゃあ、うん。ちょっと、あの、アシメトリの感じで。あ、丸刈りで。やりがいないって。丸刈りせえ。いや、デザインさせ。いや、わしも美容室、もう30年やってな。初めて丸刈りしたなっとんや。丸刈りせえ。丸刈り自分でできるやろ。ぜできるやろ。後ろボコボコになるから、丸刈りせえ。わかりました。では、ちょっと、ハサミで。バリカンでせよ。手デザインさせ。バリカンで丸刈りせえ。 誰でもできんねん。その時期来たんや、わしもついに。自分でやれ。顔と服装だけでオシャレになりたいんや、丸刈りせ。で、丸刈りがオシャレないと思わしたいんや。いきますね。泣けるなぁ。いや、違う違う。もっとこうや。自分でできるやろ。自分でできとるがな。うん。後ろ半分丸刈りしたで。これ先っちょ、ワイドのやつに変えんねや。一気に一かけできる。自分できとる 自分でやっとるかこっち持ち帰ったから綺麗な、えー、自分でやっとるかな素だったなやりがいないで <laughs> 今の全然やりがいないで苦い思い出になったで 独立して1年が経ちました。たくさんのお客さんに来ていただいて、非常に、ええー、<あ>満足しています。すみません。よろしくお願いらっしゃいませ。予約していた田中というものなんですけども。はいはい。あ、ありがとうございます。どうぞ。何を見てくださったんですかあ、インターネットで見かけました。あー。もういろんなね、あの、カットデザイン載せてますからね。はい。じゃあ今日はどんな感じで丸刈りで。やりがいないわ。やりがいないわ。あ、ごめんなさい。すみません。すみません。ごめんなさいね。 一年前の強烈な記憶が、あの、まだこびりついてて。ごめんなさい。お客さんにそんなことしちゃって。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。少年、少年。一 <laughs> 年前のあの苦い記憶、消えないんですよね。ぜひ、読んでください。ピント測ります。ジャラジャラに興味あるやつっていう。あ、ちょ、ちょ、ちょあのー、ピント測ります。なんて言うんだろう。 こう、いわゆるサロンのやつとかやってるんですよ、長い間。えー、で、どういうとこなんだって、いや、それこそね、いつも配信があったり、いろんな動画があったりとか、コンテンツが、たくさんあったり、それこそなんかこう、ロケするときに、あの、エキストラの方とか、呼んでもらうために、あの、そういうやつやってんだけど、あまりにも不可解だし、わかんないじゃん、どんなところか。だから、 あのー、こういううに告示動画撮ってんだけど、これ見たからって。安定しろ。よし私ネタサロン、俺ネタサロン入ろうと思わないよね。安定しろ。その感覚が実は正しいんだけど。安定した。ジャルジャルタワー